はい、こんにちは、バスマンです。今日もシティダンク始めていきます。いやー、今日はね、ちょっと久しぶりに一人でこの入りの懐かしいパターン、最近ちょっとライブばっかりやったんでね、ちょっと一人のこのパターンもこのパターンから始まったチャンネルですから、ちょっと久しぶりにこの原点に戻ってやっていきたいと思います。まず相手は E3 達也ですね。で、嵐さんが決めていくと。やっぱ E3 の特徴は、今ちょっと止めたかと思ったな。やっぱそう、プットバック、意味わからんほどのオフェンスリバウンド最強のダブルプットバックダンクが強いかな。あー、ミスった。今のチェストパスでできたらいいんやけどな。ごめんごめん。おお、ナイス、すげえ、ナイス。でやっぱりそのランニングパスも強いよな、改めて。おお、すげえ、課金を再起用。あー、ごめん。そう、なんか前取ってもやっぱり取られるのは、やっぱボックスがやっぱもう一歩甘いんよな。 OK、 ナイス。で E3 来て、最後取っとこや。 OK、 で棒が入れられて入るんか、これがきついな。 OK、 よしよし。うわー、飛べんかった、痛いな今の、ごめん。繊細、やっぱ課金王さんうまいな。あー、止まい。おお、入るかな。よしよしよし、でかいでかい。 OK、 あー、取れる。おー、取った取った、ナイスナイス。 OK、 あ、うまい。沢北英二式レイアップ、やっぱ最近の SF の上手い人これ使いこなすよね。貫通レイアップとも、なんかさっきか聞いたことあるんですけど、私は沢北英二式レイアップで、でもなんかちょっと言いにくいな、貫通レイアップの方が。お、ナイス。これで取れるかな。あー、ごめん。いやー、やばい、入るような、わりわり。7対7で、ナイスパース。あ、ミスって、今のスカイやったな、もったいな。おお、どまどま、ふっ、オッケーラッキー。あ、取れん。おお、と、お、今のダメか。いやー、でも俺が奥義奪ってしまっとったからな、ごめんごめん。強くね、やるさ、なんか日に日に上手くなってくな、すげえわ。ナイス。お、どまい。おお、入るか、やばい。10対12で残り27秒。うわー、すげえな。 OK、 いやー、2点とりあえず入れ、ナイス、でかい。 OKOKOK、 んー、おー、危ねえ。なんかやっぱ先ほど配信にしとっても、やっぱチップイン外しがち男やからな。あ、あ、ごめん、あ、やらかしたと思った今危な、わりわり。 OK、 ナイス。できて、私のとこ来て、おお、いいねいいね。どうや、おお、つけ、2人の間抜いた。え、今のダンクかっけえな、ビッグマン、ゴリゴリのビッグマンの間をすり抜けてダンク。
やっぱダンクかっこいいよな。やっぱ特に日本人からしたらダンクってやっぱ憧れあるよな。なんか柿本さん当たってもおかしくないんけどな。どうもどうも。ナイス、オッケー、完璧、いいコンビネーションやったわ。じゃあこの点差を守りきりたいところ。ナイス、オッケー、ナイスナイスナイス。来て、うわー、よしよしよし、よくよくよくよかった。やっぱ最後のオスナイス、オッケーオッケーオッケー。いやー、なんか久しぶりに一人でやってるんですけど、一人でやって、いや柿本さんと嵐さんとやってるんですけど、ちょっとこのパターン最初の自己紹介から始まって、ちょっとキャラ紹介してやるパターン、ちょっと久しぶりに、はい、ちょっとやってみました。はい、またうん、定期的にやっぱ短い動画もちょっと上げていこうかなと思いますんで、また時間ありましたら皆さん見てください。今日もありがとうございます。またチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。じゃ今日もありがとうございます。ではでは。